読みました。面白かったですはね。一番面白かったのは、大石さんが私の中にある橋本徹性みたいな、わかるわかるみたいな。い。あ、政治 さんにもあるっていあう。るんですよ。はいはい、そういうね。いや、それでその橋本徹性があるっていうのがね、もうすごい面白くて、あ、そうですか。わかるなっていう感じで、それをだから議員バッジつけられて気をつけなきゃっていうあたり、はい。ぜひその気持ちを末永く持っていただければ。たくさん政治家を見てきたんで、今のね、立憲民主党の若い人も初当選からいっぱい見てきたんですよ。みんな最初そうおっしゃってたんで、私は橋本徹だ。とは言わないけど、そのなんて傲慢にならないようにっああ、はていはいうはい。ことを言ってて、そういうのをいっぱい見て、やっぱりどっかからね、ちょっとずつみんなね、おかしくなってくるんですね。なっちゃうんじゃないですかね。やっぱり意識の持ち方とか原点だと思うんで、大石さんの本読んで、どういう形で考えてきたとか育ってきたっていうのも書いてあるから、心強いというか、ただやっぱりその戦うというかね、その政治に対する根幹がしっかりしてるなと思ったから、ありがとうございます。非常に期待してます。いや、楽しく拝読させていただきました。やっあ、ぱり政治って僕もたくさん政治家見てきたけど、教科書読んで学ぶものじゃないんですよね。まあ、山本太郎さんも入った、参議院になった時は、なんか何これって感じだったけど、いや、そう、国会でいじめられて、芸能界でいじめられて、すごい弾圧されて、何くそと思って、その中でどんどん洗練されていったというか、初当選したところ、まあ政治記者やってましたけど、その6年後かな、その令和立ち上げた時のもうイメージ、この6年間の成長度合いというか、パワーアップの感じがもうびっくりするぐらい。やっぱりそのぐらいね、やっぱりこう戦いを通じて政治家は強くなるっていうのをまさに見たと思うんですね。私は1999年に政治記者になったんですけど、こんな政治家いたのかっていうぐらいの変貌ぶりはもうびっくりしたんですよね。まあ確かになんか組織人ってあんま魅力ないですよね。それって政治の世界においてもそうで、まあどこの党とは言いませんけども、その立憲とか がむっちゃ組織人っていうか、なんか「いやお前ら全然おもんないやん」みたいなその仕草をやってるんですよね。まあ私がこんなにおもんない人たちなのに政治家やってるんなら、私の方がまだおもろいんちゃうかって思ったのは、一個そういう政治を目指すきっかけでもあるっていうか、なんか、まあ、まだ社員なら立場も弱いし分かるけど、一人一人一応選ばれてる議員でしょ、でも自分の責任において行動するんじゃなく、常にそのあなた上を見てますよねっていう、あなたの党の組織見て発言してますねっていうのが、その丸分かりな人結構立憲にいっぱいいるじゃないですか。だから本当面白くないなっていうか、透けて見えるっていそううか、社ね、員これぶはりね、やっが。ぱりね、まあ、立憲の民主党っていう政党がやっぱりその政治改革で、二大政党政治を小選挙区制にして、で、無理やり作った政党なんですよね。つまり自民党に対抗する勢力を、もう意見バラバラでもいいから、一箇所に集めて、とにかく作ろうと。だからそれはもう制度的にね、民主党っていうのは自民党に対抗するだけで集まった。だからそこになると小選挙区だから、支部長になれば、まあ復活当選を含めてかなり議員バッジをつける可能性が高い。だから有権者の一人一人の人気を得るというよりも、まあまずは党内で確実に公認を得るという制度なんですよ。だから当然サラリーマン化して、昔の自民党の中選挙区時代って誰も党に対する忠誠心あまりなくって、みんな無所属で蹴落として、ね、当選して追加公認で自民党に入るっていうのが昔の自民党だった。今自民党も民主党も実はあんまり変わらなくって、二大政党政治はやっぱり党に逆らうと生きていけないから、非常に政治家がやっぱりサラリーマン化した、まあ、記者もサラリーマン化してるんですけど、この20年ぐらいの政治の流れであった中で、まあ、久々に令和新選組見て、何こそうですれみたね。いな、いや、これはもう驚きでしたね、この誕生はね。まあ言うても一応組織なんで、その私も何でしょうね、100%個人かっていうと、そういうちょっと私でも悩ましいというか、多分世間一般には勝手気ままにやっている部類に入れられてるかもしれませんけど、でも常にやっぱ嫌だなっていう、組織人的な発言しないといけない自分嫌だなっていうのはすごく思うんで、まあ令和は少ない方だと思いますけどね。
なんか立憲の悪口ばかりで申し訳ないんですけど、そのツイートとかあるじゃないですか、あの候補者とか議員の、ほんなら、まあ、私それ立憲仕草って呼んでるんですけど、うんうん、そのルーチン訪問しましたとか、うんうん、ご挨拶行きましただけ書いてあって、うん、何を言ったんやとあなたそこで何を主張したんだっていう、なんか全くなくルーチン訪問したなんか道端で立ってる写真とか、何してんのこれ、もう上への報告でしょ、そうです、もうメールでやりやがれとツイッターでこれやって、なんか誰が読んで、でルーチン訪問された人も失礼だろうっていうルーチン訪問されたんやってなるから誰も読みたくない、ね、上司だけ仕事してんかっていうような、いや立憲仕草ね、朝日新聞仕草とよくそっくり、仕草 もうそっくり、いやこれやっぱり似てるんですよね。だからこれはもう政治学的に言うと、じゃあリベラルとは何かとか、これまで日本におけるリベラルを支えてきた人々はどういう人たちかっていうのを、立憲仕草とか朝日新聞記者仕草ってすごい通ってると思うんですよ、うん、で私意見としてはリベラルなんですけど、政治記者やってるとやっぱりね、付き合うとね、取材するとね、圧倒的に自民党が面白い、自民党の人がこっち記者を引き込もうとする、このあの手この手の手口でグッと引き寄せる力がね、マンパワーがやっぱりね、自民党強いんですよ。意見合わないけど、で絶対意見合わないけど、そんなことで喧嘩したりしないけど、立憲の人ねちょっと批判すると怒るんですよ。はいはい、わかります、わかるでしょ、うん、で僕が付き合ってきた、まあ、今の最近のね安倍政権以降の自民党ね、立憲化してるんですよ、すぐ怒るんですよ。でもうちょっと上のね、あの自民党の重鎮たちの世代はね、違ってね、必ず批判するとこっち会いに行くんですよ、必ず批判した記者を取り込もうとするんですよ、やっぱそこはね戦いね、取り込まれないようにね、はい、でその辺のねちょっとレベルが高かったんだけどね、はいはいはい、今自民党も立憲民主党もね、悪口言うやつが嫌いみたいな感じになって、うん、非常に単純化しちゃってますね、うん、だから面白くない、うん、なんかあのこんな令和みたいな少数会派でも、あの各議員立法のやつとか代表する会派の自民の人も、まあ、立憲だったり説明しに来てくれるんですよね。でいやそんな褒めてもしゃあないから、悪いところこうでもこういう問題ないんですかとかいろいろ言いますよね、うん、ね、そんなにたくさん回数をこなしたことはないですけど、確かに感想としてはなんか立憲の方がニコニコしながら来るんですけど結構でもこれだったらなんか問題解決しなくないですかとか、民営化にならないのかとか、いろいろそう弊害がないかとか言ったら、どんどんなんかニコニコしながらイライラしてるのが分かってくるんですよ、うん、そうですね、それでうん、じゃあもう反対しようかなみたいな心の中で思いながらうわなんか切れてるわっていう感じで、まあ、もう私時間がないのでとか言って行ってしまったりして、そうね、大人げないやつやな、大人げないやつやな。で飲み会とかもあるんですか、その私も、うん、まあ、あんま政治家同士で仲良くしたくないんですよね、うんうんうん、やっぱ私も割と情に厚い方なので、うん、敵って思ってるのに、その乾杯とかしちゃったら次すれ違った時挨拶しないといけなくなるじゃないですか、うんうん、だからそんなのは議員間で必要がないから、うん、そんな飲み会とか行きたくないっていう方だったんですけど、でもまあどうしても誘われたり、まあ、もうこの人に誘われたらみたいなんで、うん、他党の方とかも飲む機会とかがあったんですよね。でまあとんがっておきたいけどなんか大人げない空間になっちゃうわけじゃないですか、うん、飲み会が、うん、だからまあ、なんか普通の人みたいに振る舞わないといけなかったり、ちょっと距離の取り方っていうか難しいんですよね。難しいですね。記者の方もいやもうそれはもう最近ちょっと減ってきたけど、もう昔僕は1999年からですけど毎日ですよ。あ、毎日ですか。毎日です。で、で潔癖の道でその飲み会に行くでここで二股あると、もうなんか単に騙されてより悪くなる人と、まあ、化けるっていうか、そういうことも踏まえてさらにパワーアップできるっていう。そう、そう。ただ例えばね、山本太郎総理にしたいですよね。あ、はい、なりますよ。なりますよね。なりますよ。だから一発選挙で衆議院の過半数を取ればなるんですけど、そうなるのなかなか大変ですよね。本当ですね。まあ、高井幹事長もおっしゃってますけど、30何人で細川さんが総理大臣になったって言ってるけど、じゃあ
山本太郎大石さんが総理にしたいという時に、いや大躍進して令和が35議席ぐらいになったと。でもそれだけじゃ総理大臣になれないから、どこかで騙してでも、その 立憲支部さんのやつらを騙してでも、山本太郎って書かして、やる衆議院の、少なくとも衆議院の過半数を取らなきゃいけないね。でそれ世論がうわ山本太郎しかないって なるのはもう最低限必要なんだけど、でそれだけでできるかというと、いやそんなの関係ない、もうみんな選挙取ったばっかりだからしばらく選挙ないもんねってなっちゃうと、それだけでなかなかやってくれないとなると、これ役割分、誰もがやるべきじゃない、必要ないけど、役割分で誰かが多数派工作という、お酒飲んだりして汚らしいことしてダマこらかしたりして、山本太郎と書いてよ、じゃあその俺にいいことあんのか、見返りはみたいな、そういうことやってるわけですね。今自民党とか毎日もそればっかりやってるわけですよね。それをまあちょっとまだ先の課題かもしれないけど、どうするかですね。それはやっぱり山本太郎を総理にしたいと思う以上、誰かがそれをやる舞台と、誰かが世論に向けて池江山本太郎っていうのをこうおーっと盛り上げる舞台と、まあいろいろ役割分担があると思いますけど、そこをこの令和という組織がこれからどう組織力をつけて、チームとしてやっていくかっていうところが一つ大きな、まあ、課題ですよね。なんかね、あの鮫島タイムスでしたっけ、 YouTube でも、むちゃくちゃ令和褒めてくれてるんで、いやこれはね全部嘘だったりね。あの毎日新聞購読してるんですけどね、自分個人としては。でその毎日、まあそういう新聞社の、毎日新聞も含めですけど、朝日新聞もそうですけど、そのなんか結局、いやそれ令和もやってんのにみたいなのを立憲だけ書いてたり、でまたはあの、この今週おそらく内閣不信任の決議案どうするのかとかね、で議長不信任どうするのかとか、そういうのを一個 その山場にしたい方々がいるわけですよね、立憲をはじめとした。でもその言ったらそれ茶番じゃないですか、うん、今まであなたたち通常国会でものすごいその協力してきたよねって、政権に。なのに今更になってなんかその内閣は不信任だ、いやそれは信任できるのは当たり前やけども、うん、あなたたち随分一緒にやってきたじゃないのよって、いくつか重大な法律だっていっぱい賛成してますしね、まあ、そういう茶番であってもやっぱ新聞では1面3面とか大きく立憲がみたいに書かれるんですよね、うん、その結局は第一野党っていうのかなの立憲でも大きくは勝たないだろうみたいなね、で維新はまた躍進するだろうみたいな、なんか彼らのあるシナリオに沿って常に報道してきて、その報道を現実化しようとするまあ一個のムーブメントだと思うんですよ、うんうん、だからなんか客観報道って言っておきながらすごくある支配層の意思というかっていうものを感じるんですよね、うん、で茶番でみんなが、でも国民全体としてはものすごく気持ちがテンションが下がるっていうか、うん、茶番も見えてるし、だったら選挙なんか行くに値しないよなみたいな、うん、もうそれで構わないみたい なままその政治家もメディアもずる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 言ってるんで、まあ令和としてはちょっとまたん書いてこう鎖を打ち込みに行きたいっていうか、うんうんうん、まあ、あの鮫島さんのやってることはもしかしたらそういうことなのかもしれないですよね、うん、そういう客観報道をぶった茶番のメディアに対して、まあ、主観も込めて、そうそうそう、うん、まあ、つまり情報って 100% 絶対正しいってはないんですね。やっぱちゃんとその最後誰が責任を負うかっていうこと、客観って楽なんですよ、責任逃れできるから、あれ客観的事実を伝えただけですって言い訳できちゃうから、だからこれずるいんですね。もうそれ変えたいんですよ。ちゃんと、まあ、分析には必ず価値が入るから、自分は鮫島の責任でこの分析をしている、私は全責任を負いますっていうことをやるのは本当のジャーナリズムで、客観中立の仮面はもう本当剥がしたい、これもずっと思ってることなんで、これはこの選挙で、だから選挙になると、ね、ますます感じますけど、本当に報道しなくなるんですよ、バランスとかなんとかって言って、だからあれじゃ有権者の関心が高まるわけがないですよね。うんうん、でもね、私大阪で、維新を大阪から駆逐するということをライフワークに、まあ、公務員の時からこれはダメだとやってきて、で国会議員になって今東京で、まあ、国会を中心に過ごしているわけですね、政治闘争をやってるわけです、うん、でそうした時やっぱりちょっともう一個引いて見えてくるっていうか、やっぱり維新も野党なんだなっていう、
のがすごくこの間半年間で思えて、うん、最初維新ものすごい躍進したじゃないですか。あの文通費100万とか、うん、そのよく言うようなみたいな話だけど、メディアがそれに殺到して、なんか維新はあの身を切る改革で潔癖、あのなんか清廉だみたいな、で支持率を急速に伸ばしますよね。で支持率を伸ばした時の維新の本会議でのその討論の勢いっていうのはすごいんですよ。やっぱあの時1月ぐらいがピークかな、もうなんかもう意気揚々として、あのもう中国と戦争しろみたいな勢いとか、もう今の岸田政権はもう全然あかんみたいな、もう大演説をやるみたいなね、あの維新の馬場さんとかもそんな感じで、うん、なんかあのもうファシストみたいになってんなっていう感じだったんですよ。でもやっぱなんでしょう、そういう政治闘争の中で自民に結構叩かれたり、その足引っ張られたんじゃないんですか。ちょっと分かんないですけど、支持率も下がってきてるっていうのもあるし、最近あの上海電力っていう話で維新がすごく叩かれてますよね。で、まあ、それと因果関係は、まあ、難しいかもしれないけど、支持率も明らかに下がっていますよね。まあ、そういう中でなんか維新 の、 その国会の中におけるその存在感だったり勢いっていうのもやっぱ支持率とともにある感じがするんですよね、うん、で最後の予算委員会って6月1日にあの予算委員会テレビ入りのやつがあって、で、まあ、私は、4分で、資本家の犬って岸田総理この鬼に先ほど総理を鬼と呼ばせていただきましたが、もう一つ名前を差し上げます。資本家の犬、財務省の犬ってやったわけなんです。4分しかないからね。でもその私たちが予算委員会で令和がそういうことをやってる頃に、維新は岸田政権をベタ褒めする、うん、あの質疑をやったんですよね、うん、維新の馬場さんが、うん、その岸田政権はいかに今政党支持率が上がってるか、うん、なぜ上がってるのかの項目まで一個一個説明してみたいな、うん、で維新のその一応日本大改革プランというのがありましてぐらいの紹介をして、うん、で、まあ、あの今の政権ともやれる今日あの手をつなげるところは一緒にやっていきたいみたいな、まあ、だけども次の衆議院選挙では野党第一党って言ってたかな、政権奪取かな、うんうんうん、目指しますとか言って終わって、えしょぼって感じだったんですよね、うんうん、だから維新の中に今異変が起きてて、そのすごくなんでしょうね、もう絶対やったるという勢いを感じない、まあ、そういう意味ではその立憲倒そうぐらいの目的になっちゃってるかもしれない。なんで維新の勢いが落ちたか分かりますか。なぜですか。これがねやっぱりね、まあ、大阪の維新で見るのと東京で見ると全然違うんだけど、じゃあ維新がなんでこれまで強かったかが大事なんですよ。まあ、大阪はまず 市長と府知事とったら大事、これ一個の大きな、ね、もう一個はね、維新の最大の後ろ盾はね菅さんだったんです。つまり維新はね自民党の補完勢力ってよく言われますけど、 もうちょっと政治的に詳しく言うと菅義偉の補完勢力だったんですよ。で自民党今圧倒的強いでしょ、数が増えると内紛が起きるんですよ。で今の自民党対立軸は岸田政権の後ろにいるキングメーカー麻生太郎と非主流派のドン菅義偉、この対決なんですよ。 あと安倍さんがややこしいんだけどね、ちょっと安倍さん置いといて、この対決ずっとこのね麻生菅犬猿の中なんですよ。で菅はずっと後ろに別動隊って持ってたのは維新なんですよ。これは松井さんとの関係でね。で維新はね発足した時からずっと、まあすぐ安倍政権になったから菅官房長官が金も権限も持つ菅官房長官とのパイプで野党のふりしながらのし上がってきて、菅さんからすると民主党を牽制するためにいいカードだったんですね。だそういう意味で菅さんがずっと維新を使いながら野党を分断して安倍政権を長期化させた、それが菅さんの権力基盤にもなったんですよ。じゃあなんで維新が弱くなったかというと、菅さんが失脚したからです。つまり国政とのパイプが弱くなった。所詮維新は国家権力に裏でつながりながら台頭してきたんですよ。で岸田政権になった時に菅さんが失脚した。でこのキングメーカー麻生さん菅さん大嫌い、さらにその後ろにいる維新とか竹中平蔵もっと嫌いみたいなね、そういう中で今の岸田政権は見えないところで維新をいじめているんですよ。でその代わり維新に対抗する俺たちの別動隊として今連合を入れようとしてるんです。よく連合が自民党に接近してるっていうのはあれ本当は違って、むしろ麻生が連合を引き込んでるんですよ。つまり国民民主党に代表する連合と維新という野党勢力は自民の内紛のそれぞれ補完勢力、こっちは菅の補完勢力、こっちが麻生の補完勢力、まあ、国民民主党最低ですもんね。維新により国民民主党がなぜ最低に見えるかというと、今の自民党の
主流派、権力の中枢が麻生岸田にあって、そこにすり寄るからより最悪に見えるんです。犬感がすごい。そうそうそう、本当に恥ずかしくないのか。そうで、牧さん、大井さんが国会に来る前の国会は維新が時の権力者である菅にすり寄ってたから、維新の方がより補完力はにじみ出たわけですよ、うん、やっぱり権力の中枢が移ったことで、今正直言うと権力から維新は遠くなった、うん、だからね、結局維新の方が強くなった理由は官邸に近いことであったから、私はこの後維新は衰退していくと思います、うん、それはやっぱり菅さんが外れたから、うん、そういう意味で言うと連合の吉野さんの方が麻生さんと仲良しって言って、連合の方が今後与党にすり寄ることで影響力を持つ可能性はある、うん、そこで立憲のね、立憲支部さんの人たちは維新に行きたいなって人と連合だなっていう人がこうわさわさしてるっていうのが今よくわからない問いになっちゃってるって今の状況なんですよ、うん、でも立憲国民はそういう会社員の議員が多くて、うん、でその投票してくれる人も組織された人が多くて、うん、でも未組織が増えてるから、うん、そのどんどん痩せ細っていって戦いもしないから、その未組織とか、不動票っていうのも、まあ、アプローチしないわけですよね、うんうんうん、でも維新はどっちかというとアプローチ、まあ、テレビに出れるっていうのもあるしアプローチできてて、うん、まあ、令和もそっちだ、うん、テレビ出ないけどそっちだと思ってるんですけどね、まあ、そういう構図の中でどう進んでいくかなので、自民がその連合を取ってそこまで美味しいのかなって、まあ、投票率ですよね、完全に労働組合としての価値をなくすってい う,、うんうん、いう攻撃なのかなっていう気はします、うん、私が狙ってるのはそういう組織内部、うん、システム内部でのエラーなんですよね、うんうん、だって面白くないもん、うん、だから連合の中でも面白くねえなって思ってる人が絶対いて、うんうん、その人がそのシステムをこうエラーを起こしてくるというか打ち破ってくるっていうのが、うんうんうん、まあ、私はそれを信じて、うんうん、その人、その見えない、まだ出会ってないそういう人、その組織の中にいるであろう山本太郎のような人に、うんうん、そのメッセージを発しているような気分なんですね、うん、内乱を起こしてほしい内乱を起こしてほしい。はい、結構でした。ありがとうございます。